け俺今日もさすらい涙も浮かれるブルーゲイル涙払ってブルーゲイルきらめく力海を目指して翼を開く鋼の機体野心を乗せて風か嵐か青い閃光流手のようにザブングルザブングル流手のようにザブングルザブングル シビリアンの片隅からイノセントに対抗しようとする力が生まれアイアンギアのクルーたちも自分たちの考えとは別にその渦の中に巻き込まれていった補給と援軍手に入れながらヨップに進むアイアンギアとその一行その先々に証拠りもなく襲いかかるはエルチ配下のグレタ・カラスでございます。ゴケの一年恐ろしや挙句の果てにギアギアはアイアンギアと正面衝突エルチ前線虚しく後退しグレタ・カラスも姿消しますか。アーサー様お大事に。今さら変形がうまくいくのいかないのって全く呆れるぜ。オトゼット、いい加減にしてくれない。なんで今さらギアギアとガッチャンコやったでしょ。ガタが来てんですよ、ガタが。だからこそこうしてテストしてるんだ。テストねえ、なんで動かん。岩が引っかかってるだけだ。岩がホバーかけて、ホバーかけりゃいいんだよ。どうだ、俺さえいればアイアンギアはどうにでも変形できる。バカ、水平欲が下がってるよ。え、よし戻してみな。ジロアモスはあんたかい。そうだ、ご苦労さん。それで全員か。ああそうだ、遅れてすまなかったな。うわあ、コートセット、何してんの。ごめんなさい。コートセットったら、こんなことでヨップに行けんの。武器弾薬が在庫不足でなんて嘘じゃない。この量は普通じゃないわ。連合艦隊の編成の方に力を入れてるんです。連合艦隊。はい、よし、ビラムに断じ込んでランドシップを手に入れてやる。よくでは山脈越えが一番近いんでしょ。ソルトのランドシップを連れては無理だな。遠回りの楽なコースだとワイポイントをかすめることになるわ。そこは補給部隊が集結してかなりの戦力があるらしいわ。やれやれ、せっかく松見からヨップの地図をもらったって。なんだ、敵か。ソルト、ソルトにあんな大型のランドシップを手に入れた奴がいるのかよ。誰だい。誰でしょう、あれは誰。カルダスだよ、カルダスブルーン。そっちはどう。ああ、なんとか使えそうだ。中古だけど、エンジン馬力は立派なものさ。そりゃそうさ、ドッグシップを売っ払って手に入れたんだ。へっ、元はといえばカタガムがアイアンギアから持ち出したブルーストーンの力じゃないの。うわっ、怒鳴り合うのはやめて、ここへ集まらんか。了解。うわ、脅かすな。情報情報。うん、ワイポイントとヨップの間にはギブロスとガバリエの連合艦隊が居座っている。ああ、それはティンプとホーラだろう。
あいつらが今度は手を組んでやってくるとなると、こっちも数を揃えなくちゃ。大丈夫かよ。言う通りにやればうまくいくさ。おっ、こんなもんで大丈夫なのかな。時々とんでもねえこと思いつくからな、ジロンは。だからアイアンギアとカルダス・ソルトの本体がワイポイントをかすめて見せて、その間にジロンたちが青のコースでヨッペへ侵入するわけだ。なんであたいがジロンたちと行っちゃいけないよ。フォトセット、カルダス、とにかくヨッペには連合艦隊を近づけさせるなよ。だから、だからこのドームの下にあるエンペラータイプ1隻くれればいい。それ以上の補給はいらない。ジロンたちが別荘を襲ったというのは間違いなくヨップのルートを知るためだったんだ。ボヤボヤしているとヨップを直撃されます。よし、ただしウォーカーマシンなどの補給はヨップで行え。いいかエルチ、エンペラーを動かすにしても偽装が終わったばかりだ。多分時間がかかるぞ。どうせそんなことだろうさ。ヨップに行く。あのエンペラータイプでだ。ビラム司令官を捨てたんですね。なんでさ。艦長のことは何でも分かります。何と言ってもカシムキング様に直接取り入った方が早いというものです。思った以上に切れるのね。頼もしいわ。ご一緒いたします。洗脳したシビリアンか。だがあのイコジサーの独断、どうも問題だな。ドクターマネの洗脳プログラムがまずかったのでしょうか。いや、新しい地球に適合するようになった生態には洗脳は効かんのだ。カシム様がいなければエルチなど塔に追放していたものをな。さて、俺たちはここらで陽動の第2弾といくか。連合艦隊ともろにぶつかる気か。まさか。牽制は厚い方がいい。敵妨害のつもりがこっちの妨害に並んでくれよな。そんな感情は嫌いでね。だいぶ込み入ってるんだね。覚えられる？やってんじゃないか。覚えてやんなくちゃ。これをくれたイノセントの松見ってやつに悪いもんな。そりゃそうだ。お前虫歯があるぞ。やったやった。大丈夫かブルベ。大丈夫大丈夫。何が大丈夫なの。まあまあ固いこと言わず。私は固い女なんです、ラグさんと違ってね。私が固くないってのこのかまととあんたは。ブルメさん、もう少しちゃんと運転してくれない。マリア、あんたはメディックさんと一緒に。そんな大きなのぶら下げちゃって。マリア、いいのか。いいんじゃないの。マリアさんもついに立派な女戦士だ。別に私、人の殺し合いの手伝いをしに来たんじゃなくてよ。あなたたちを見ていると心配で任せていられないのよ。どういう意味さ、あんた。下手にドンパチやってごらんなさいよ。帰ってアーサーランクを助け出せなくなるわ。ふっ、舐められたもんだ。邪魔しないでね、マリア。だから運転よろしくね。高度が高いとね、エンジン扱うのが難しいのよね。まあいいさ、戦力は多いほど心強いもんな。ピー、これお世辞お世辞。ジル、周りに異常はないか。異常なーし、何にもなーし。さて、うまく潜り込めるのかい。松見の地図が嘘だとは思えないな。空気が薄いせいかな。エンジンのパワーも落ちてるみたいな。怪しい奴、動くな。来た、前進するぞ。
少し上に洞窟があるはずだ。探してる。左上だ。左。ブルメン、前へ出ろ。前だ。了解。マリア、落っこちるだよ。バカよーい。バカ。うわ、山崩れ。ウォーカーマシンが、うん、おそらくシビリアンの先走り者だろう。はっ、今雪崩の跡を調べさせております。たかがウォーカーマシンごとき。念には念、このアリバが万が一にもヨップ内には潜入させません。いないぞ。だからもっとよく探せ。どこかに埋まっているはずだ。徹底的に掘り返せ。いないはずはない。おい、こっちだ。変な穴がある。洞窟か。こんなところにあったかな。モグラ作戦になるとはな。雪崩のおかげでレーダーからも逃げられたってわけさ。この地図だとあと10メートルほどで上へ通じるよ。この辺りかな。パトロール隊からの報告は？まだ何も見つからんそうです。うん、妙だな。ガードマンたちのプログラミングは？いい洞窟内に侵入者発見。なんだ？わかりません。第1隊は中央ブロック出口を固めろ。第2隊は E 洞窟へ。その辺にスイッチがあるはずだ。早く探せ。何やってんの。いや、開口線。お、岩が動いてるか。敵はアイザリザンズから出てくるはずである。ヒューマノイドのガードマンのプログラムが変更されていない現在。アーサー様を脅かす勢力に対して我々が防ぐしかない。恐怖を払って戦うことを望む。いよいよヨップの中核だぞ。いいか。赤いコードを切る。了解。閉めなくちゃ。こにゃろこにゃろ。狙い撃ちをするより洞窟の入り口を潰せ。よし、突っ込むぞ。リーダー、ダイク、ブルメ。あー、2、3台やっつけたから出るか。いいぞ。右上のドームに大エッコがあるはずだ。一気に駆け抜けるぞ。ここへ向かって撃ってくるなんて慎重な人たちね。攻撃やめ。武器庫が爆発したら連鎖反応を起こすぞ。 B ドームへ先回りする。攻撃命令が出るまで迂闊に手を出すな。あの吊り橋の向こうにアーサーがいるはずだ。この荷物用のエレベーターで上へ上がる。敵は B ドームの下へ到着した。お、奴らドームのドアを操作している。エレベーターに入れるな。入れない。翼を後ろに畳むの。そっか。敵はドーム内に侵入した。森林地帯で食い止めろ。ここまで来ればこっちに有利だ。
イノセントは自分たちのドームを破壊するようなことはできないはずだ。森の中を一気に駆け抜けるぞ。戦い方から見ると侵入者はヨップの全てを知り尽くしているようです。お前よりはるかに知っているようだな。うろたえることもあるまい。ヨップに乗り込んでくるからにはおそらくアーサーを狙うだろう。アーサー様を。イノセントを倒そうというやつらだ。ここまで乗り込んでくるからには大将を狙うに決まっている。耳を貸せ。わかったな。やつらにアーサー閣下の命を。抵抗が弱いと思わないか、ジロン。そうか。うん？何か外が騒がしいようだが。誰か。カシムでございます。何事か起きたのか、外で。シビリアンが恐れることなく侵入して、礼儀知らずな奴らで。ほう、すると強い若者たちとかいうアイアンギアのクルーも来ているのか。そういう事態ではありません。ここは危険です。地下へ避難を。いや、会ってみたい。話せば通じるかもしれん。相手はシビリアンですぞ。あなたはイノセントの象徴です。奴らと会って危険な目に遭われては。しかし、ジロン、アサーのところへはいつ着くんだ。もう弾を無駄にできんし。これだけ走り回っちゃどこがどこやらさっぱりだ。いいな、閣下を間違いなくご案内しろ。地下へ入る前にシビリアンの奴らと出会うはずだ。行け。撃ってる割には当たんないのよね。へっちゃくちゃー。うわーくっ。うわーくっ。何よ。あ、イノセント。イノセント。イノセント。やろう。待て大工、この人だ。間違いない、この人。待て、君たち。話がしたい。タンマ、握りつぶしちゃいけないよ。当たり前だ。なんでそんなことを言うんだ。あれがアーサーランクだろ。そうだ。だからさ、助けなきゃ。ビキイケロを見るとすぐこれだ。上げて上げて、ゆっくり上げて。アーサーランク、イメージと全然違う。あれがアーサー様、お美しい。ジロン、本当にこいつがイノセントの D だか。ああ、一度会っているって言ったろ。アーサー様、素敵なお名前でございますわね。ありがとう、お嬢さん。世襲の名前だが、私もそう思っている。よく見える。かわいい。何よ、あんたたち。持ち場を離れるんじゃないよ。アーサー様。どうも、シビリアのお嬢さん方は率直で。おお、アーサーを知っているのか。アーサーを助け出すつもりです。なぜだ。アーサーさん、あんたが知らないだけなんだ。今のイノセントはカシムってやつがシビリアンを支配しようとしているんだ。本当なのか。そうでなければソルトなんて組織はできやしないよ。なるほど、カシムが軍隊を作り出したのもそのためなのか。そう、あんたは利用されているんだ。思い当たることはある。だからあんたを助け出しに来た。これ以上は。侵入者もろともアーサーを処刑しろ。しかし、私は外の世界に出られるだけの体力はない。なんとかしますよ、なんとか。だから、攻撃をやめろ。私がいるのだぞ。攻撃をやめないか。開いたぞ、ジロン。中は倉庫らしい。敵の飛び込んだ倉庫にも火薬がある。迂闊に手を出すな。わかった、アーサーさん。カシムの考えていること。どうなのさ。疲れた。ダメよ、アーサー様は私たちと体が違うのよ。ドームに変わるものがいるってわけね。カプセルか。アーサー様、来やすいんだよ。マリア。あ、ラグさん、大きい声は控えてくれませんか。あら、ごめん、アーサーさん。これ使えよ。これをカプセル代わりにするのか。そりゃ無理よ。なんとかしてやれよ。できるだろ。そうね、空気清浄機さえあればカプセルは作れるわ。
数を集めてるみたいだ。急げよ。あったあった。ジロン、この箱もお願いね。クッションあった方がいいでしょ。ちょっとどいて。酸素ボンベは。ああ、入れたよ。早くアーサーさんをドラム缶に入れて。サラサラ来るぞ。さあやるか。ジロン、サル、急げ。急いでるよ。あの、何かお手伝いしましょうか。邪魔しなければいいのよ、アーサー様。はい。はい、水筒とトランシーバー。あ、どうも。さあ、閉めますよ、アーサー様。食料と懐中電灯。第一、第二隊、準備いいか。敵を炙り出しにかけるぞ。ジロン、ドラム缶をコンテナに入れてちょうだい。しっかり止めてね。やってるでしょ。コンテナのポンプも OK よ。急いで。アーサー様、お苦しくございませんでしょうか。我慢できます。こんなひ弱なアーサーがよくイノセントの頭領になれたもんだ。おい、ジロン、こっちにいいもんがあるぜ。脱出できそうだ。来たぞ、ジロン。大工、脱出だ。青、よし、突っ込め、叩き潰せ。ホバーエンジンか。ちょっと違うみたいだけど、点火装置は取り付けた。あと30秒だ。出てこい。構わないのは分かっている。あと10秒だけ待ってやる。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。うわ、うわ、カシム様、逃げられました。何？リバメ、ムザムザアーサーを逃がしたというのか。何か私にはひどくショックなことがあったようだ。おい、ジロン、一体いつになったら止まるんだろうな。これは燃料が終われば止まるだろう。アーサー守ってみせると、逃げるジロンを襲うのは恐ろしカシムの執念です。たとえこの身が滅んでもカシム倒せと立ち上がるアーサーランクの頼もしさ。攻めるエルチも何のその、アイアンギアを引き連れて行くは謎の地、不死の谷。次回、戦闘メカザブングル、太陽に向かって立て。さて